豊島区ピースアップガールの相原美桜です。はい、それでは本日お誕生日の小林弘明先生にお話をお伺いしたいと思います。本日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今年でいくつになられたんですか？今年で、はい、もう私も45歳になりました、はい、本当にすいません45歳になって、はい、本当に今もう長男も息子も今20歳、はい、成人を迎えまして、はい、もう9月27日で本当に45歳、はい、ね、もう本当に働き盛りですね。そうですよね。もう本当に本当ですよね。本当にだからもうまだまだ若い人たちにも負けてられないし、はい、やっぱり団塊の世代の人たちにも、はい、やっぱり追いつけ、追い越せの勢いでやっぱ頑張っていきたいなと思っております、はいはい、これから豊島区はどのようにしていきたいですか？そうですね、やっぱ豊島区は本当にやっぱ20代、はい、30代子育て世代の方々でね、はい、本当に約半分近く人口がいるんですね、はい、やはりそういう方々のためのやっぱ街づくりを、はい、やっぱ本当にもっともっと作っていかなきゃいけないなって、はい、感じてますし、また豊島区消滅じゃないんですけど、はい、本当に若い女性の人たちやお母さんたちが、はい、やっぱり元気で素敵なね、はい、ライフスタイルを送れるような、やっぱそういう充実した政策とか、はい、そういうのをもっともっと作っていかなきゃいけないなと、はい、思っております。はい、本当に僕が今すごい日々激闘で今訴えているのが、はい、やはり世代別のね、その政治力をみんなに持ってほしいなって、はい、その世代別政治力って何かっていうと、やっぱり20代の人たちがたくさんやっぱりその白紙でもいいからね、はい、白票でもいいから誰かに意思を表明する、はい、投票に行く、選挙に行く、そういうことをやるとやっぱりその政治力ってすごい増えてくるし、はいはい、本日で、45歳になられましたけれども、50歳に なられましたら、何をされたいですか？やっぱり本当にもう50歳、はい、もう本当に今までね、はい、45歳になるのも想像つかなかったんですけど、はい、もう50歳やっぱり50歳になってもね、はい、僕自身はやはり変わらないつもりではいるんですけど、はい、先だってやっぱりね、運動会とか、はい、そういう子どもたちのね参加するとやっぱり自分の体力の衰えって感じるんですけど、はい、やはり50歳になった時にやはりその自分自身が、はい、やはりその政治家として、はい、そのどういう政治を本当に実現できるかっていうのをすごい、はい、意識してるんですね。だから逆に言うと、ただその、はい、なんていうのかな、理想的にこういうふうにしたいじゃなくて、はい、やっぱそれを本当に実現できるような、はい、やはり実行できるような、はい、そういうようなやっぱりそういう若者たちに、はい、と向き合ったり、そういうお母さんたちと向き合ったり、はい、あとやっぱり女性たちと向き合ったりして、はい、やっぱりそういうのが本当に実現できるような、はい、本当に政治家になっていたいなと思っておりますので、はい、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは60歳になられたらどうされますか？60歳、はい、僕ね22歳で結婚したんですけども、はい、早いですね。早いんですよ。60歳にね、はい、もうなったらね、はい、もう息子がね、なんだ40ぐらいでしょ。あ、もう37、はい、本当にね、もうのんびりさせてくださいよ、はい、その代わり、はい、その代わりね、それまで、はい、もうひたすら走りますよ。